ちは、竹下敦です、今日8月15日はね、終戦記念日であります、日本という国はね、アメリカを含む、連合軍に正式に敗戦をした日であります。毎年ね、このことについて考えさせられます。今になってね、いろいろな意見はあると思います。日本は悪くなかったとかね、アメリカは広島に日本にね、謝罪するべきだ。僕はみんなが悪かったんだと思います。そしてみんなそうせざるを得なかったんだと思います。ただね、一つ心に思うのはね、戦争に関係なく死んでいった無防備な国民ね、その人たちに対しては、本当に申し訳なかったという気持ちになるんですよ。不思議な気持ちなんですが、僕らは何もできないんですよ。今何もしてないんですよ。平和に向けてね、何かしてるかというとしてないんですよ。アメリカに対して敵意があるかっていうとないんですよ。だって知り合うどのアメリカ人もみんないい人なんですよ。日本人だからといって差別するようなアメリカ人の友人は一人もいません。そしてね、海外へ、世界選手権などでね行った時もアジア人だからといって差別されたことなど一度もありません。イギリス人やね、ヨーロッパ人と夕食を共にして、でとても日本に対して興味を持ってますし、言葉が通じなかった時に、アツシ、ごめんね、自分の日本語の勉強が足りなかったよって、そういうふうに言ってくるんですよ。そんな人たちに向かってね、今更になって広島が長崎がと言えないですよ。今ね、僕らができることはできる限り事実であろうことを何とか伝えていくことだと思います。ご存知の方も多いかと思いますが、広島に原爆が落とされる時にはすでに日本はもう敗戦を認め、天皇陛下からね、なんとかこれ以上の、ね、攻撃はやめてくれないかっていうことは、伝えられて、正式に伝えられていたというふうに聞いております。しかしそれが本当に真実だったかどうか、それは僕らにはそれを確認する術はありません。でもね、
敗戦を告げる時の天皇陛下のラジオは聞くたびにね、淡々とお話になられていますが、やはり天皇陛下としてはすごい人ですね。あんなような状況で国民に敗戦を知らせる時も淡々と穏やかに敗戦を伝え、そして多くの国民は喜んだでしょう。誰も戦争なんてしたくないですよ。私事で、ね、恐縮なお話ですが、特攻隊のね、記念館っていうのかな、遺品などが展示されている、会場へ、行ったことがあります。私ね、5分と中にいられなかったんですよ。もうね、ともともなく涙が流れて、でね、遺品なんてとてもじゃないけど見ることができなかったです。もうそこにいることができなかったんですよね。その空気、そこの展示場にある空気がね、あまりに重かったんですよね。まあ、これからね、戦争の形っていうのは違った形になってくるのかもしれません。もはやね、爆弾を落としたり銃撃戦をしたり、そういう戦争じゃなくなっていくんではないかと思います。一つ言いたいのはね、人間を含む動物、植物、そして、貴重な資源ね、そういったものを無駄にしないように、戦争したい人たちがただ、敗北を決めるね、そんなゲームのような戦争だったらやっていただいて結構だと思います。それでね、いろんな株価やいろんなものが物価が上下したとしても、それは致し方がないと思います。ただね、人の命を奪うような戦争はしていただきたくないと、これは強くそう思っております。私は常識の話でした。短いですが、黙祷を捧げ、お話を終わらせていただきたいと思います。それでよろしければ皆様もご一緒に。ありがとうございました。次の動画ではね、笑って話せるように、そして笑って話せるような、世界になっていけばいいと思います。それでは竹下敦史でした。